天の水地の水信濃三軒という村に李太郎という子がおりましたあの子はしょうのないいたずらものだよあの子はあの年になってのそのそ遊んでばかりいてあれはきっとバカだよこんなことを言われ言われ李太郎は 立派な若者になりななにました。まだ二十歳にもならないのですけれど身の丈は六尺もあってあごの下には小貴様のような長いひげまで生えかけてきました。おやおやあの子は背ばかりのほうずもなく伸びておまけにひげなんか生やしてどうする気だろうね」。こう言ってみんなはまた笑っていました。 何と言われても、李大老は平気で、毎日野原を馬で乗り回したり、山の中に入って鳥や兎を撃ったり、そんなことに日を暮らして、村の仕事やうちの用事などは点で構いつけませんでした。ですからうちのうちでも、近所でも、評判が悪くって、一日遊び暮らして帰ると、 誰も夕飯一つ食べさせてはくれません。そんなとき仕方がないのでりたいろうはまたのこのこ三里先の隣村の竜花村というところまで出かけていって村ずれで荒物屋を出している龍ばあさんのところへ行ってやっとごはんを食べさせてもらいました。このおばあさんは大宗りたいろうがひいきで 人からいくら立体牢がヤクザのだという訳を言って聞かされても首を振り振り、どうしてどうしてあの子は今にきっと偉くなるよと言って聞き入れようともしませんでした。さて、この竜火村のはるか北の方には高い山がうねうねと続いていましたが、その中で一つ、 目に立って高い山を龍門山と言いました。その山の高さは一体どのくらいあるのか昔から誰も知ったものはありませんでした。それはこの山の上にはいつも雲が深くって雨の降る日には山がすっぽり真っ黒な衣にくるまってしまいますし曇った日には ねずみ色をした霧の頭巾をかぶって黙り込んでいますし近所の山の頂がくっきり晴れ上がった時でもこの山からはいつも白い雲がムクムクと湧き出していたからでしたそれで麓の里の人たちはこの山を土地の気象台にして毎朝この山の色でその日のお天気を占いました雨も雪も 霧もとはみんなこの山の中から湧いて出るもののように思っていましたところでそれは夏の暑い盛りのある日のことでした李大郎は例のとおり朝から山へ狩りに出かけて山から山へ獲物を追っかけて歩いているうちにふと道に迷ってしまいました行っても行っても でも雲ばかり深くっていつまでも里へ出る道が見つかりませんでした。そのうちに長い夏の日が本当に暮れたと見えてそこらの雲の色もすっかりわからなくなりました。つま先を踏みしめ踏みしめちょいとでも踏み外すと崖に滑るか谷底に落ち込むかわからないようなのんな道を とぼとぼたどっていきますと、はるかのむこうにぼんやりあかりのようなものがみえました。やれやれうれしい、これでやっと里へでたと思って、りいたいろうはそのあかりをめあてに、いくつもいくつもさかみちをまがって、やっとそのちかくまでいってみますと、それはさとのあかりではなくて、 やはり深い深い山の中でした。李太郎はがっかりしながらそばへ寄ってみると、そこはまったくの谷の底になっていて、赤い門に白壁造りのなかなか立派な屋敷でした。おやおや、こんな山の中に誰がこんなうちを持っているのだろう。と李太郎は不思議に思いながら、 門をたたいて取り次ぎを頼みますと、中から品のいいおばあさんが明かりを持って出てきて、さあさあこちらへと手を取らないばかりにしてうちに入れてくれました。李太郎が訳を言って、今夜一晩泊めてもらいたいと言って頼みますと、おばあさんは、それはさぞまあお困りでしょう。 あいにきょうは主人が遠方へ出かけた留守で、年寄りの私一人ですから、おもてなしもできませんが、ご遠慮なくご登竜ださいまし。と言いました。こう親切に言ってくれるおばあさんの顔つきを、李太郎がよく見ると、それはいつも世話になっている竜花村の竜バーにそっくりでした。おや とりたいろうはよっぽどそういってはなしかけようとしましたがそんなはずのあるわけがないと思ってだまっていましたりたいろうはそのばんゆっくりごちそうになってあとはひるまのつかれでぐっすりねこんでしまいましたするとそのばんよがふけてからもんをどんどんたたくものがありました その叩たたく音があんまり激しいので、李太郎も夢を覚まされて、床の上に羽ね置きますと、外ではおばあさんと誰かお客とがガヤガヤ言っていました。やがてそれが静かになると、しくしく鳴く声が庭の中で聞こえました。かわいそうに、あんなに親切にしてくれたおばあさんがどうしたのかしらと思って、 李ー・老は起き上がって外へ出てみますと、庭の暗がりの中でおばあさんは座って泣いていました。おばあさん、いったいどうしたのと言って李ー・老は優しい声をかけました。ありがとう。こういうわけなんですよ。とおばあさんはそのとき言いました。実は、 私のせがれは天地の水を司る竜王です。せがれがちょうど三万里先の海の竜王のところへ遊びに行っています間に、あいにくただいま天て,んていからお使いがたって、甲賀の南の国々が久しい間の日照りで田も旗も枯れかけている。明日の朝六時から夕方の六時まで、 雨を降らせるようにというおいつけです。おいつけに背くと私どもの一家は残らず天帝のお咎めをこうむって首を切られてしまいます。こう言って龍母はまたおいおい泣きだしました。李大老は話を聞いて龍母が気の毒にもなりましたし少し奇妙にも思って おばあさんおばあさん一体雨を降らせるってどんなことをするのあなたの息子さんの竜王はどんなふうにやるのと言って聞きました「なあにそれはわけのないことですよあなたは馬に乗れますか?と」と劉母は言いました「乗れるとも乗れるとも馬は名人だよ」 ろうはいいました「そうでしょうそうでしょうあなたなら馬にも乗れるし雨も降らせることができますあなたはただの人ではないから」と劉母はいいましたり大老は目を丸くして「僕は馬は名人だけれども雨を降らせることは知らないよけれど教えてくれるなら 僕があなたの息子さんの代わりに雨を降らせてあげようと言いました。そう聞くと竜母はニコニコしてじゃあすぐ支度をさせますからと言いました。やがてそこへ2人小さな男の子が出てきました。1人は色の真っ黒な子供で白い馬の口を取って引いてきました。一人は 色の真っ白な子供で、これは一本の柳の枝と水がめを持っていました。色の黒い方の子供は怖い目をして李太郎をにらみつけていました。色の白い方の子供は優しい目をしてにっこり笑いかけていました。これは二人とも竜ボの孫でした。引いてきた馬に李太郎が乗ると、 吾はその手に柳の枝を持たせて「では道の案内は二人の子どもに任せておいでなさい」「雨を降らせるにはこの柳の枝を水がめの水に浸して一滴ずつ乗っている馬のたてがみの上に垂らせばよろしい」「だが天の水の一滴があっちの上にこぼれると」 何十里の間の下一尺の深さに広がるのですから、それより多く垂らさないように気をつけてください。と、くれぐれも言い聞かせました。さて、李泰郎は、龍母の貸してくれた白馬にまたがり、龍母の孫の子供を二人ともに連れて一餅当てると、いつの間にか馬の足は地を離れて、 高い空の上を駆け出していきました。勢いよく馬が雲を蹴るたんびに、星がバラバラと火の粉のように光って散りました。やがて馬が首を振って、ヒヒンと高くいなないて合図をすると、馬の口を引いていた黒い子供が手に持った黒い小旗を一つ振りました。すると、 空気が急に湿っぽくなってきて、南の方からムク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 黒い雨雲が湧き出してきました。二度目に旗を振ると、今度はしんと静まり返った大空のどこかで、かすかにゴロゴロという音が聞こえて、そのうち北の方からピューピューという風が吹き出してきました。 三度目に旗を振ると、東の方から西の方へ、ピカリピカリ稲妻が走り出しました。四度目に旗を振ると、西の方から東の方へ、ごろごろ雷が鳴り出しました。その時、李太郎の乗っていた白馬が、長いたてがみを振るって、一声ヒヒンと高く稲垣きました。 この合図と一緒に足の下に重なり合っていた雲が急にパックリ口を開いて稲光がカッとそこに差し込むと下界の村里がはるかの目の下に見えました。さあ始めてください。こう言って白い子供は持っていた水亀の口を上に向けました。李太郎は 柳の枝を水がめに浸して馬のたてがみに垂らしますと一滴の甘露水が何十万滴の雨水になってドッドとすさまじいしぶきになって落ちていきましたすると長い日照りでカラカラに乾いて立ち枯れになっている稲やトウモロコシが急に元気づいてピンと起き上がりました しばらくして雨の勢いが弱ってくると田のあぜにドブ川の水があふれ出して小さな魚がぴょんぴょん跳ね出していましたそこでもここでも鶏がけたたましい叫び声を立てていました李大郎は高い空の上から下界のこの様子を見て嬉しくってたまりませんから馬の上で小躍りをしながら やたらに雲の上を駆け歩いて、行く先々で夕立を降らせました。一通り回ってくる道々、雲の間から覗いてみると、夕べ自分が道に迷った龍門山がすぐ目の下にそびえていて、そのふもとの里の龍河村や三元村が箱庭の景色のように見えました。 これまで毎日遊びにほうけて気がつかずにいたのですが、この村はまたどこよりもひどい荒れ方で、田も旗も青いものは何一つ影も残ってはいませんでした。李太郎はふといつも自分の世話を親切にしてくれるあの竜婆さんのことを思い出しました。どうしてもあのおばあさんの村には、 たくさん雨を降らしてやらなければいけない。こう思ったので、李ー・タは白い子供の持っていた水がめをひったくって中をのぞくと、もう甘露水も大抵使い尽くしてそこが見えてきました。李ー・タはもともと少しせっかちな上に、竜馬の村を少しでも早く救ってやろうと思う一心に、余計気を焦るものですから。 もう柳の枝などで一滴ぐらい垂らしてなんぞはいられません。龍母からくれぐれも言われたことは忘れてしまって、水がめを逆さにして、そこに残っていた水を残らず開けてしまいました。これを見ると、両方についていた二人の子どもはびっくりして、黒い子どもは火のような目を光らして、プリプリ怒り出しますし、白い子どもは、 悲しそうな目をして優しい笑顔をなくしてしまいました。李大老はそれにはかまわず一人で得意な顔をしながらゆうべ泊まった劉母の屋敷に帰ってきました。帰ってみると劉母は庭の上を転げ回っておいおい泣いていました。劉母のおっかさんただいま帰りました。お頼みの仕事はすっか かりまませましたいろうがいうとりゅうぼはくびをふっていつまでもないていました。どうしたのなぜないているんですおまえさんわたしのあれほどいってあげたことをわすれてかんろ水をにじゅってきたらしたろう。てんじょうのいってきはげかいのいっしゃくだから。 竜花村は二十尺の大洪水で田畑も家もみんな流れてしまったではないかおかげで私は天帝からお咎めを受けて八十錠ぶたれましたよこう言って竜母はまたおいおい泣きだしました李太郎は気の毒がって堪忍してください私はついしたのだから と言って謝りまりした竜母はしかし手を振って「謝ることはないよ知らずにしたことだからねだが早くお帰りせがれの竜王が帰ってくるとまたやかましい小言を言うだろうからねだがお前さん一人では道が知れまい二人の子供を案内に連れておいでなさい」。 また黒い子供と白い子供を呼び出しました。それで黒い子供はプリプリ怒った顔をしながら黙って先に立って行きましたが、白い子供はおばあさんの流母がひどい目にあったので、悲しくってニコニコ笑った顔がまだ戻らないからと言ってついてきてくれませんでした。リー・郎は怒った子供を案内にして、 と生まれた村へ帰ってきてみるとどこもかしこも大洪水で三軒の村も竜下の村もありませんただ見渡す限り海のような濁り水の上に大木の小杖がちょんぼり頭を出しているだけでしたさてこの梨大老は後に英国公 理性と名乗って、当庁の将軍に出世し、たびたびの戦争に出て手柄を表しましたが、一生軍人だけで終わってしまって、とうとう大臣になって国の政治を預かることができなかったのは、この時ニコニコ笑っているおとなしい子供を残して、プリプリ怒っている暴れ者の子供だけを、 竜母のところから連れて帰ったためだということです。「悪い仲間」世の中がよくなってこのごろは悪い人間も仕事がありません。縁に離れた泥棒がくぼんだめばかりキョロキョロ光らしてぼんやり川の岸に立って水を眺めていました。 するとそこにもう一人、前から来ている男があって、これもぼんやり川の水を眺めていました。そばによってもその男は知らん顔をして、そっぽを向いたまま水を眺めていました。泥棒は少し尺に触って、こちらもやはり知らん顔でそっぽを向いたまま、お前さんなんかは、 石の泳ぐところを見たことはないだろうな。と言いました。こう独り言のように言うと、その男はやはりそっぽを向いたまま。ああ見たとも、それどころか、俺は石が水の中から飛び上がって、天井するところを見たよ。と、これも独り言のように言いました。ふん。 お前さんなかなか話せるな。一番二人で組になってお金儲けをすることにしよう。何でも一緒に連れ立って近所の国の王様の御殿を探しに出かけるのだ。俺が先に一人で行って王様に口から出まかせな洞話をするから、お前さんは後からのこのこついて行って俺の洞話の証人になるのだ。 泥棒がこう言って相談をかけると、その男は、うん、よしよし、と言って、この時初めてこっちを向きました。むっくりと下ぶくれな顔をして、小さな目が奥でニヤニヤ笑っているような男でした。泥棒と嘘つきは、そこで組になって、旅に出かけることになりました。 五六日歩いていくと、ある町へ出ました。二人はここで別れて、泥棒だけ一人王様の御殿へ出かけていって、王様のお目通りに出て、いろいろと旅のめずらしい話をした後で、「陛下、喉が渇きましたから、ぶどうしを一杯い,いただかせてくださいまし。」と言いました。その時王様は、 あたまをかいて「せっかくだがそれはこまるよ。今年はぶどうがまるでとれない。」といいました。するとどろぼうはいきなり腹をかかえてゲラゲラ笑いだしました。「何がおかしい?」と王様はプリプリしますとどろぼうはなおなお笑って。 でも私がつい昨日通ってきた国では一本のブドウの枝からブドウ酒が十二たるしぼれたと言って大騒ぎをしていましたよ。と言いました。バカな今年はどこもブドウは不作だそれは嘘だぞ三百円のかけをしよう」と王様はいよいよ赤くなりました。 いいや、本当です、ね。三百円の賭けをしましょう。と、泥棒も負けずに言い,いました。そこで王様と泥棒は、三百円のお金を賭けることになり、王様の家来が一人、十匹を見届けに行くことになりました。家来は早速馬に乗って出かけて行きましたが、町を出外れると、往来の角に一人、 太った顔をして目の奥でいつもニヤニヤ笑っているような男が立っていました。もしもしあなた馬に乗って体操急いでどこへおいでなさるとその男は声をかけました家来が行く先を話しますとその男はおなかのはち切れるほど笑ってなんだそれなら 自分ののいいまででた国だというのですそう聞くと家来はなんだか遠方わざわざ出かけていくのがバカバカしくなりました。どうだねお前さんの言うその国では今年はぶどうがたくさんとれて一本の枝から十二たる絞れたというが本当かいと尋ねました。さあそ,それは知りませんね。と その男は言いました。ただ私が通ってきたところでは、一本のブドウの枝を三人がかりで三日かかって切っていましたよ。家来はそこで、この男に十円やって、一緒に馬に乗せて王様の御殿へ帰っていきました。王様は待ちかねたというふうで、どうだね、行ってみたか。 ぶどうの話は,はうそだろうといいました。すると家来はぬからぬ顔をして、はい、行ってまいりました。どうしてうそではございません。しかしわたくしの申すことだけではどうかと思いまして、証人を連れてまいりました。こう言って、一緒に連れてきたうそつき男を王様の御前に出しました。 そこで賭けは王様の負けになって、泥棒は三百円お金もうけをして、ホクホクしながら、嘘つき男と一緒になって、また旅に出て行きました。どうだね、また他の王様の御殿へ出かけて行って、お金もうけをしようかね。と、泥棒は嘘つき男に言い,いました。 お隣の国へ行くと、泥棒は一人でまた王様の御殿へ出かけて行きました。王様に会って、いろいろと旅の話をしました末に、「陛下、おなかがすきましたから、キャベツのおかゆをいただかせてくださいまし。」と言いました。王様は首を振って、「おやおや、それはだめだよ。 今年は畑に虫がついて、キャベツは残らずやられてしまったよ。と言いました。その時泥棒はふんと鼻で笑って、それはお気の毒様ですね。わたくしがいままでいた国では、一株のキャベツが手おけに12杯ありましたよ。と言いました。でたらめを言うな。 と王様はプンプン怒ってしまいました。「それが嘘なら600円かけましょう」と泥棒は言いました。「それが本当なら600円かけよう」と王様も負けずに言いました。今度も家来が馬に乗ってお隣の国へ見に行きました。すると今度も往来の角に男が立っていて お隣の国から来たと言いました。どうだね、お前さんの国では今年はキャベツがたくさん採れて一株のキャベツが手をけに十二杯あったというが本当かい？こう言ってケライが聞きますと、さあそれは聞きませんでしたよ」と男は言いました。ただ十二頭の馬に十二台の二輪馬を引かせて。 一株のキャベツを市場へ運んでいくところを見ましたよ。今度も家来は十円その男にやって一緒に王様の御殿へ連れて帰りました。それで今度も泥棒と嘘つきはうまうま六百円お金儲けをしてほくほくしながら出て行きました。悪い仲間は これで都合900円のお金をせしめてまたそのお隣の王様の国に出かけていきました。今度も泥棒は王様に会うといきなり「陛下面白いお話があるのをご承知でいらっしゃいますかお隣の国のある町でお寺の塔のてっぺんにカラスが1羽止まりました。そののカラスのくちばしは、 それはながくってそらにとどくものですからとうとうほしをふたつみつつつきおとしてしまったのです。きさまはきがちがっているなあ」とお様さまはあたまからかみつくようにしかりました。どういたしましてしょうきです。それがうそなら1200円かけましょう。とどろぼうはいいました。なんの それが本当なら俺は1,200円かけるぞ」と王様は竹って言いました。今度も家来が馬に乗ってわざわざお隣の国へ見に行きました。今度もやはり往来の角に男が立っていてお隣の国から来たと言いました。そこで家来はその男に長いくちばしのカラスの話は,は本当か と言って聞きました。「そんな話は知りませんが」と男は言いました。ただ12人の男が一本一本ほうきを持って化け物のような大きな卵を穴ぐらに押し込むのだと言って「うんうん」さも言っていましたよ。それはすてきだな。 家来はさもうれしそうな叫び声を立てました。そうして、十円その男にやりながら、おい、俺と一緒に王様の御殿へ行って、そのとおり王様に申し上げてくれ。そうすると、俺もばかばかしい長い旅をしずに済むのだ。そこで嘘つき男が王様の御殿へ行って、その話をしますと、王様も、 仕方なしに千二百円払ってやりました。さて、二人の悪い仲間は、方々の王様を騙して取った二千百円のお金を山分けにしましたが、何分泥棒の癖で、いつの間にかそのうち三円だけ余分を自分の方にくすねておきました。そうとも知らない嘘つき男の方では、 うちへ帰ってもう一度勘定をし直してみますと、どうしても3円足りません。そこで、泥棒のうちへ出かけていって責めますと、泥棒は平気の平座で、はあ、そうだったかい。あいにく細かい金がないから、今度の土曜日にまたおいで、あげるから。と言いました。こうは言ったものの、 もともとお金を返す気なんぞはないのですから約束の土曜日が来ると泥棒は寝床の上に仰向けに突っ張り返って死んだまねをしていましたそうしておかみさんはネギでたびたび目をこすってボロボロ涙をこぼしながら嘘つき男が来るとご亭主は死んでしまったから三円のお金も払えないと言いました けれども、どうせ悪い仲間同士のことですから、じゃの道は蛇。こんな手ではなかなか騙されません。おやおや、三円払わずに死んでは、お前さんのご亭主も浮かばれまい。ひとつお互いに気の済むように、この無で三つ死人をひっぱたいて、それで帳消しにしてやろう。こういう声が耳に入ると、 床の上に寝ていた泥棒はびっくりして死んだことは忘れて飛び出してきました。そうして今度の土曜日こそは間違いなく払うからと言って嘘つき男をなだめて返しました。その次の土曜日の朝になると泥棒は今度はまぐさ小屋のまぐさの下に潜り込んで息を凝らしていました。 約束通り、嘘つき男がやってくると、泥棒のおかみさんは、また両方の目にいっぱい涙をためて、今度もご亭主が死んでしまったと言い,いました。死んでどこへうずめたねと、嘘つき男は聞き,きました。まぐさ小屋の中にうずめました。と、おかみさんは言い,いました。じゃあ、三円の代わりに、 マグサを見くるまもらっていくよ。と、嘘つき男は言いました。そうして長い熊手を担いできて、遠慮会釈もなく、マグサの中をガリガリかき回し始めましたから、中に隠れていた泥棒は、命からがらべそをかいてはいだしました。そこでまた、泥棒と嘘つきは仲直りをして、 この次の土曜日を約束して別れました。さて、いよいよ約束の日になりますと、夜の明けないうちから泥棒は起き出して、近所のお寺の穴倉にそっと忍び込みました。そこは一周期の間、仮に死人の勘を収めておくところで、そこらにいくらも古い石の勘のあるのを幸い、 泥棒はその中の死人と入れ替わって、今度もせいぜい突っ張り返って死人の真似をしていました。ところが、嘘つき男も知恵では負けない男ですから、てっきりここと目星をつけて、お寺の穴ぐらにそっと忍び込みました。やがて、しばらくは何が何やら見当がつかないでいますと、 ついそこの窓の外で大勢ひそひそ話をしているのです。嘘つき男は思わず耳を立てますと、それは山賊の仲間で取ってきた金銀や宝をこの穴ぐらの中に隠してまたどこかへ仕事に出かけていく相談をしているのでした。そういううちも山賊の仲間は窓の格子を外して どやどや中へ入ってきました。そうして今にもそこに立っている嘘つき男の姿を見つけそうにしたので、こちらは慌てて黒いマントを頭からすっぽりかぶって、壁の隅に突っ張り返って立ちました。それは薄暗がりで見ると、古ぼけた石像のようでした。さて、十二人の山賊どもは、 薄暗い穴蔵の中で車座に座って宝の分配を始めましたが中でお頭という男はよほどそそっかしい男の上に慌てたと見えて十二に分けるはずのものを十三に分けてしまいましたけれどもそれをもう一度分け直すのは大変な暇つぶしですからそこでお頭は誰でも ちょうどそこの隅に立っている古い石像の首を斧で一打ちに打ち落とすものに余った分をおまけにやると言い出しました。これを聞いた偽物の石像は壁の隅の薄らがりでどんなに震えていたでしょう。ところが山賊のお頭がそう言いながら真っ先に斧を振り上げて 偽物の石像の頭をめがけて撃ち下ろそうとしますと、つい足元にあった石の勘の中から、幽霊じみた薄気味の悪い声で、なんじら、むさ苦しい奴ら、早くここを去れ。早く去らぬと、死人は勘の中より立ち上がり、石像は壁より動き出して、 んじらは再び生きて帰ることはできぬぞ。と叫び立てました。この声のやむかやまないに、いきなり石の管の蓋が開いて、泥棒はぴょこんと中から飛び上がりました。壁の隅からは石像がのこのこう動き出しました。山賊どもはうわーっといったなり、 金銀も宝も何もかも放り出したまま、方法の手で逃げ出しました。やっと外へ出ると、はあはあ息を弾ませながら、天然にもう二度とあんなところへ近寄るものではないと言っていました。そこで悪い仲間は、今度は仲良く宝を分けて、うちへ持って帰りました。 それからあとはどうしましたか本には書いてありません。